はいどうも皆さんこんばんは、うちきのです。今回はね、僕が使っているパソコンの前面部のパネルの LED の色を変更していきたいと思います。まあ、なんでちょっと変更したいかっていうと、ちょっと青色がねちょっと気に食わなかったんですよ、僕買った時から。でそれでちょっと変更しようかなと思って、まずは前面のこのパネルを取り外してみました。ちなみに今回 LED の色を変更しようとしているパソコンはガレリアの XA7C-G60S という品番になってます。もしね同じ型を使っている方がいれば参考になるかもしれません。はい、ここからは前面パネルを外す様子を撮影してるんですけど、はっきり言ってこの LED の色を変更しようとしている方には全く関係ないです。まあなんでやってるのかは後で説明しますけど、よっぽどの用事で前面パネルを外したいって方以外には関係ない場面です。一応まあ外し方の説明なんか入れてますけど、 LED の色だけ変更したいって方は飛ばしてもらっても大丈夫です。はい、それでは取り外し方いっていきます。まず側面の両側のパネルを外していきたいので、裏側についてあるビスを4つ外していきます。これは外し終わった後ですかね。はい、はい、それで4つのビスを取り外したら、あとはパネルをスライドさせて取り外します。はい、次は前面パネルのネジを外していきます。これは全部で4つついていて、上と下左右2つずつついています。はい、それで前面パネルについていたネジが4つ外れたところで、前面パネルを取り外していきます。全部で6箇所爪があるプラスチックのところがあるんですけど、手で押すとその爪が外れるようになってるんで、それを押しながら引き抜く感じです。はい、このように爪を取り外すとポロッと取れます。まあ、この時落として傷つけないようにしてください。あとね、電源コードがマザーボードの方とつながってるんで、これも引きちぎれないように気をつけて取り外しましょう。はい、こちらが取り外したパネルの裏側になってます。これね、よく見てみたらね、 LED がね RGB LED だったんですよ。はい、僕はこれ青色 LED が並んでると思ってたんですけど、 RGB LED だったんで、これ制御するソフトがあるんかなと思ってちょっと調べてみました。はい、それでドスパラさんのページ見てみたら、どうも変更できるソフトアプリがあるみたいなんで、それを入れてみたいと思います。まずはそれを入れていきます。はい、ここちょっと後付けになるんですけど、このようにメーカーのホームページ見てみたらね、 LED ライティングって言ってこれを売りにしてました。すいません、僕気づいてませんでした、申し訳ないです。はい、それで制御アプリ、これ名前がちょっと読めないんですけどね、こちらをインストールしていきます。こちらのページがわからない方には概要欄の方にリンク貼っておきますので、そちらから飛んでください。でこちらのページに行きましたら、こちら上のリンクのところからダウンロードしていきます。はい、それでダウンロードが完了しましたら、ファイルのところで右クリックをして、管理者として実行をクリックしてインストールしていきます。まあこれ全部説明で書いてくれてるんで、すごく便利になってます。はい、インストールね、ちょっと時間かかったんで8倍速で回していきます。実際かかった時間は3分間ぐらいかかりましたかね。はい、それではインストールが完了したので、ソフトを起動していきます。はい、これでソフトのインストールを完了しました。
はい、それではソフトがインストールできましたので、これから使っていきたいと思います。はい、まずはソフトを開いた時に左上の方にあるこちらの AURA エフェクトというところをクリックします。はい、するとこのようにこちらで色の変更や色の変化の仕方のパターンなどを変更することができます。はい、ちょっと iPhone の直撮りでね、ちょっと画質が悪いのは申し訳ないんですけど、これで色を変更していきます。うまく LED の方の色が映ってないと思うんですけど、実際はとても綺麗に発色してくれています。ちょっと画面では分かりにくいかもしれないですけど、皆さんちょっとぜひ一度これは見てほしいですね。自分の目でむちゃくちゃ綺麗です。それで一つ面白いのがあって、このスマートという項目です。こちら CPU 温度が高くなると色を変更してくれるという機能ですね。かなり面白いです。これ60度以上になったら赤色に LED が光るとか、視覚的に温度が分かるような設定ができます。これ楽しいです。はい、このように簡単に色の変更やパターンなんかをソフトで本当に簡単に変更できるので、僕と同じ品番のパソコン、ガレリアさんのパソコンを使っている方にはおすすめのソフトとなってます。ちょっと動画撮影したのはあまり綺麗には映ってないんですけど、実際見ると本当に綺麗なんでね、ぜひ試してもらいたいです、皆さんにも。はい、それでは今回はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。